なんかまた編集号でって言われたんですけど、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。今日も岡田さんと一緒に食べて、いやありがとうございます。すいません、わかりますかこのお店。もちろんです。そうですよね、はい、岡田さんと僕が一緒にバイトしてた、はい、ナギに今日はやってきました。ありがとうございます。もうここに来てちょっと、うん、当時のことを思い出して、さあ頑張っていきましょうという、なるほどさあ頑張っていきましょうっていう、スタンダード、あ、シンプル、シンプルちょっと麺も入っております。僕、このすごい煮干しラーメンに、はい、野菜の塩ちょっとつけようかな。いいですね。はい、もう大丈夫ですか。行きます。あ、岡田さんが行くなら行ってます。何で、はい、はい、配属のお預かりいたします。あとこれですか、ね、何ですかそれ。これなんか食券でたまに何回に1回出るんでしたっけ、なんか出てきますよね、はい、あたりでトッピング無料ってことですか。そうなんです、一生無料なんです。卵で、卵で、はい、お客様、あ、そうか、これあれや、え、1人持ってたら使えんねん。他の人も10人まで、10人まで、卵で、すげえ、そう、忘れてた。一緒に行った人も来ましたね。恥ずかしさつけないやつずるしようとしてたやつ、恥ずかしいぞめちゃくちゃ金銀冷えてます。最高です。すいません、すいません、すいません、すいません。あー、いいっすね、いいっすね、うまい。主に何をしてたんですか、バイト入った時は。僕もバイトしてた時、基本もずっと皿洗いオンリーですねあれ、メインやってなかったですよ。メインは、ここでバイトさせてもらったのは、うん、1年半ぐらいでしたね。1年半入ってた。1回もメイン茹でてないです。いや、難しいのは逆にここら辺ちょっとずれてる、七味が出てたら入れると。あ、大事そうですね。お箸が入ってたら補充するとかですね。で、水を氷入れて入れるとか。あ、そうそうそう。いや、初日にやるやつじゃないですか初日に高校生が初日に教えられるやつです。1年半後もやってた。1年です。味、合わせるとか今これがハイボールがちょっといいですね。いいな。うわ、いいな、うまそうやな。邪魔邪魔邪魔してどれぐらいぶりですか。いや、半年ぶりぐらいじゃないですか。めちゃくちゃ好きやったんですよ。めちゃくちゃ好きでした ね。やっぱ関西の煮干しの文化ないから、やっぱり確かに感動しましたね。一番最初食べた時はえって感じでしたよ、ね、煮干し初回ね、初めて食べた時は、うん、うん、ベリーウマーバうまそう、うん、どのですか。やっぱ煮干しの香りすごいですね。うわ、言ってください。この野菜トッピングの昨日初めてさせてもらったんですけど、正直初めてですね。初めて見て結構乗ってますね、うん、じゃあいただきます。珍しい、うん、ベリーうまーまいや、ほんまに煮干しのプロに使ってるみたいですよねほんまに香りがすごすぎて一蘭ってね、あ、一蘭有名なラーメン屋さんがありますけど、そこの社員さんがその抜けてゴールデン街に店を出して店を出して、ナギっていう。あ、そうなんですね。最初これ見てください。ね、一旦もめん、ね、一旦めん、一旦もめんはもうまんま妖怪です。着物のね、花火大会ちょっと欲しいなあれーのそうですね、あいつコーノスっていうね、埼玉県の、あの町があるんですけど、川幅うどんっていうね、これぐらいの幅のうどんがあるんですよ。へ、うん、そう、食べたことある。あります。へ、ラーメンやと確かにこんなね、うわ、すごい幅。これがもうメインの麺ってことですね。そのうどんは。うわ、そのうどんはそうです。す
すごいでこれ。ネギ自体の、ね、麺結構太めですよね。うん。もちじれ太め。うん。カスイリスっていうのが麺にあって、40% ぐらいがもう麺機で作れる限界ぐらいの水分量なんですけど、それぐらい水が入ってて、だからこんなもちもち。あ、そういうことなんですか。どっからそんな情報を知られるバイトの時に教えてくれて、覚えてますね。悪くにだけ言うな、可愛いだけは言うなよって。洗い方を覚えさせる。いらん情報いる。情報が溢れて、情報入れたら。あかんそう。まず。いや。うわ、すごい綺麗に。よっしゃ。ほんまに。めちゃくちゃうまい。うまいっすね、やっぱり。うん。変わんのかな。お、嗅いでる。風のないところに風を起こすっていう。うわ、フレーズ書いてあるんですか。ナギってそういう意味なんですね。そういう意味、爽やかなイメージのね、感じがしてる。僕らもスっていう風がこう切れてきました。僕らも、はい、僕らも風のないところに風を起こす。頑張っていきましょう。声が頑張っていきましょう。ね、こういうのあった時もあったんだなっていうのを思い出しながら、しっかりまた一から、そしたら、こう大事に頑張っていきましょう。ね、いいように締めたらそんな感じです。はい、ごちそうさまでした。